そう願いたいね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何を言うぶってんの。本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータイに私たちみたいなのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。シュシュシュ。それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄。エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。けこれはね、私のアイデア満載の最新のサブスクテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてて、誰にも話せないと思う。周りの奴からが助けるぞ。大掃除と行きますか。よっ、お散歩の時間よ。どうぞ来い。
関節周りのアクチュエーターを見直して。それともしもーし。うん。さっとどうしようかな。何をしている？何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ウータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。
先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。絶賛研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？突破。ああ、究極マテリアがなくても得た情報は多い。先輩、必ず帰ろう。どうする、どうする。そうだ、行くよ。よし、わんさか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。